こんにちは、暗号通貨ニュース速稼塾の久保でございます。今日はね、財布から来たメールで、ものすごく面白い分析があったんで紹介しようと思います。こういうふうに出てますね。2021年1月1日、価格ビットコイン300万円をつけました。200万円に乗せたのは2020年11月30日ですので、約1ヶ月で100万円上昇したことになりますということですよね。現在価格はこちらでご確認いただけますということで、 URL がいただけてますので動画概要欄につけておきますけども、いや、このね、1ヶ月で100万円値上がりするってね、どんな金融商品だってことですよね。ちょっと見たことないですよね。不動産でもこの1ヶ月で100万円上昇ってのはなかなかないと思いますんで、暗号通貨の可能性をここに感じさせるなっていうことと、100万円値上がりしたってことはそれだけ購入者がドカンと来たってことなんですよね。資金がそこに流れ込んだってことなんですよ。当然ですけども、値上がりするものっては値下がりもありえますんで、警戒しないといけないところはありますけども、このね、波に乗って、2021年はビットコインが1000万円いくんじゃないかなっていうふうに言うこともできるんですよ。ただ、それはすごくね、歌方の読みです。根拠は特にありません。根拠があるものとすれば、ビットコインが200万だったものが300万になったというね、この100万円の値上がりを1ヶ月でつけたってことを、計算していくと、ない話ではないよねってことなんですけども、買ったってことは誰かが利確をして売るってこともありえるわけですよね。ビットコインを底値、例えばね、10万円以下で買った人っていうのもワンサーでいるわけですよ。10万円以下で買った時ってビットコインの値動きそんなに気にしてない方が多かったと思いますんで、そのままね、塩漬けになったまんま、例えば150倍とか今なってるわけですから、100倍とかね、そうなったらそろそろ利益決済をしようかなっていうところで、きっとですね、当時10万円を出して買った人って今ね、数千万になってると思うんですよ。これ決済する方って多くないですかね。ビットコインに可能性を感じた人っていうのは当然、なんかね、先読みをすごくね、している投資家さんもいると思いますけども、実はですね、ビットコインにもうやけのやんぱちで資金投じた人も結構いるんじゃないかなと思うんですよ。というのが、私が ADA を買った時っていうのは自分のね、財務状況すごくね、会社の経営も傾いていて、もう藁をもう掴む思いで、それこそね、来年には値上がりするだろうっていうことで2014年に購入してるんですよね。もうその時のね、やっぱり10万円とか20万円で非常に痛かったんですよ。でも、もう1000倍になるとかね、1万倍になるとかいう、そのセールストークだけを当てにして買ったような流れがあったんですよね、当時。で、結局は1年経っても値上がりせずに、それからしばらく ADA のことを忘れていたんですけども、ある時ね、リリースされて、上場したよってことでね、一気に数ヶ月で、800倍までいったっていうね、これはすごいなと思いましたね。そういうことをやっぱり考えちゃうんで、ビットコインもそういう波がもしかしたら来るのかなと思いましたけども、よくね、話されることですけども、ビットコインっていうのは最初、ピザを買う、その引き換えにビットコインを払ったっていうぐらい、ものすごくね、二束三文だったわけですよ。言ってみれば、1000円とか2000円ぐらいの価値だったわけですよね。それがあっという間にですね、こんなことになってしまって、プール付きの豪邸を建てたって方が結構ね、ビットコイン長者っていうのは結構いたと思いますし、それから2017年も送り人って言葉が流行ったように、そこでもね、ビットコイン決済による恩恵を受けた方がいると思うんですよ。と同時に税制が改正されたのはその後だったんで、抜き打ち的に決まりましたよね。これも麻生財務大臣が急に決めたんですけども、勘弁してほしいなと思いますよ。だって決済をすでに済ました人もいるのに、税制が後で来るなんてね、ひどい話じゃないですか。ビットコインっていうのは通貨じゃないから、非課税だったわけですよ。非課税だっていうことでビットコインに投資して利益決済した方が後からね、追徴課税が来てとんでもない目にあったみたいなね、こんな卑怯なことをね、しないでくれということもあるんですけども、せめてね、これからは税制に関しても柔らかく緩やかなものにしていただければなと思います。現在の税制はすごくね、高くて決済しようにもできないじゃないかって話なんですよね。そういうこともありますんで、ビットコインを買うはよし、売るは難しいということで、これからもね、値段が上がっていくってことを私は考えているんですけど、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは本日は以上です。